コニングクリーク。俺のすべてがあった場所。そしてすべてを奪われた場所だ。ハーベイ。許すまし、ハーベイ。奴はどこにいる？事件後の動向はつかめていない。だが、俺の家に奴の痕跡があるかもしれん。それに気にかかることもある。よし、行くとしよう。我が家か。5年前、全てが灰となったあの日、俺は一人近くの森でシアンにふけっていた。それが俺のルーティーン、悪癖だった。戻った時には全てを失っていた。俺は衛兵隊に拘束され、それ以来ここへ踏み入っていなかった。おかえりなさい、あなた。学会の成果はぎっしりね。まあ、すまなかった。長く家を空けてしまって。おかえり、パパ。おう、エレナ。疲れたでしょ？お荷物持ってあげるね。筋力が足りないようだ。その気持ちだけ受け取ろう。代わりにこれをやるぞ、エレナ。素敵なペン、ありがとう、パパ。探し回ったのだが、他に思い浮かばなくてな。まあ、学会の時くらい研究に没頭していいんですよ。エレナ、早速数学を教えてやろう。やったー！
なたったら。待って、パパ。忘れてるよ。ん？何をだ？まだ言ってないよ。ただいまって。ただいま。静か。さて、手がかりは。ハーベイと俺は究極魔法を志す同志だった。奴が欲していたのは俺の研究だろう。つまり狙いは俺の研究室か。ここは焼けなかったようだな。やはり方程式の記録が漏れなく盗まれている。通常の魔法であれば問題ないが、究極魔法は複雑かつ膨大な計算が必要となる。俺はその方程式を構築したのだ。最後の1ピースを除いて。だがハーベイは俺と異なるアプローチをしていたはず。なぜ俺の方程式を奪ったのだ？そこにいらっしゃるのはどちら様で？あら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 。レディ・クラリッサ。おう、我が助手よ。久しいな。俺だ、オズバルドだ。俺が不在の間も研究室の面倒を見てくれていたのか。オズバルド様？はて、それはおかしな話です。あの方は監獄島に収監されておられます。俺はここにいる。この通り脱獄してきたのだ。信じるに足る根拠は？おお、俺が偽物だとでも疑っているのか。見かけの姿形など信じるには足りませんわ。ここにある研究は界隈の者にはまさに宝の山。盗みたがる輩もいるでしょう。その主を偽ってでも。ユニークな推論だ。あらゆる可能性を考えねば真の解は出ない。私が知るオズバルド様の言葉ですわ。さあ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 、本物のオズバルド様なら私の魔法ごとき裁けるはず。その結果をもって真偽を判定いたしましょう。助手よ。
君が一度考えた仮説を試さずにはいられないたちだったな。納得させるには検証に付き合うほかない。解を与えてやろう。賞賛はある。行くぜ。ここからだ。私の獲物だ。行くぞ。思考開始。見せろ。かかってきな。チン。こっからだ。お見事。気は済んだか、助手よ。はい、そのお強さ、間違いございません。お帰りなさいませ、オズワルド様。怪我はないか。これくらいで伸びていたら、あなた様の助手は務まりませんわ。私は信じておりました、あなた様は無実であると。おお、根拠は？それはあなた様がオーズバルド様だからでございます。意味がわからん。変わりませんこと、そういう面白みのないところも。なぜお戻りに？ハーベイの居場所を探るためだが、ここに痕跡はないな。ハーベイ？現場にはオズバルドの他に魔法学者はいなかった。俺が有罪とされた根拠だ。だがあの時、ハーベイは確かに俺の前にいた。それがいなかったとされている。他に疑うべきは俺を拘束した衛兵隊だ。ハーベイとのつながりを探らねば。
君の夫は衛兵隊だったな。何か知らないか。いいえ、存じませんわ、オズバルド様。そうか。では町の人間を当たるとしよう。事件を探り、どうなさるおつもりで？どれ？やはり。衛兵隊がきな臭いな。当時調査を指揮したのは衛兵隊長ステンバール。彼は事件前にハーベイと密会していたらしい。現在も衛兵隊基地にいる。探るべきは奴だ。助手か。復讐をされるおつもりなのですね。先生、主人の名を覚えておいでですか。Eさんのことか。無論覚えている。彼の紹介で君は助手となった。主人は死んだのです、あの事件の後に。
港に打ち上げられ、自死と断じられました。命を絶つ理由などないのに、衛兵隊は調査をせず。主人は、事件の前何かを知ったようでしたわ。助手よ、君は事件を調査しないのか。無からは何もなされない。あなた様の言葉です。復讐とは無ですわ、オズバルド様。それでも俺は行かねばならない。衛兵隊長ステンバール、奴のいる衛兵隊基地へと向かうとしよう。さて、愛を求めよう。見せろ。ドクター、行こう。はっ、イエイ。オーシット、任せる。マジか、騒ぐ。オーシット、
国の誇りとともに。開始。あ、イカツチを貫け。かかってきな。いいぞ。ここからだ。おととい来な。行くぞ。これでどうだ。行くぜ。下殺。炎よ、もっと。いいぞ、オズバルド。よっしゃ。さて、いざ。世辞はいい、剣が錆びる。よっしゃ。
お疲れさん。誇りとともに。何者だ。その熊のような風貌、待てよ、覚えているぞ。オズバルド・フォン・バンシュタイン。いかにも。脱獄に失敗し、死んだはずだが。ハーベイを探している。あの事件の前、貴様はハーベイと密会した。それを証言した者がいる。レディ・クラリッサの夫だ。だが貴様は耳を塞ぎ、彼を亡き者とした。ハーベイに買収されたからだ。学者というのは小賢しいな。正解だ。俺がハーベイに手を貸した。事実とはねじ曲げられるものだ。力ある者の都合のいいように。それなりの金がいるがな。俺は金が好きだ。ねじ曲がらんからな。金のためなら何でもするぞ。ここにあるものもすべて金で手に入れた。ハーベイの居場所を言え。時間を節約したい。さて、知らんな。そして、貴様を返しもしない。貴様は知りすぎた。俺にとって都合の悪い存在だ。なるほど、そうだろう。オズバルド・フォン・バインシュタイン、悲劇の学者よ。貴様もここでねじ曲がってもらおうか。
だな。こちらの番だな。この力を放出せよ。こっからだ。ここからだ。よし、さあ行こう。思考開始。炎よ、もう破壊しかない。行くぜ。よっしゃ。おっ、あかんず。おれ、おれ。こちらの番だな。やっ、おめえ。の水を見せてやる。行くぞ。さて、はっ、いざ。ふっ、マジか。傷を癒した。礼を言う。おや、私の獲物だ。はっ、イエイ。愛を求めよう。プランを考えねば。研究の水を見せた。イカ土を貫け。ここからだ。かかってきな。傷を癒した。シャキーン。さて、はっ、いざ。やっ。
ここからだ。はっ、かかってきな。頼んだぜ。すまん。さあ行こう。行っといで。行くぞ。殿のために。再検証ブラッチ。筋はいい。剣が錆びる。だ、頼む。許してくれ。どうか命だけは。貴様の命などいらん。欲しいのはハーベイの命だ。俺は本当に知らないんだ。本当だ、信じてくれ。無駄口はいらん。奴は何か言っていなかったか。そうだ、一つ思い出したことがある。お前から奪った研究成果はモンテワイズへと移送した。全てハーベイの指示でだ。モンテワイズ、大図書館のある町か。ああ、俺の金が。しかし、あの慎重な男が簡単に足取りを残すとは考えにくい。ハーベイは俺が来ると知っていた。モンテワイズ、東大陸の町、俺と奴が出会った町。奴め、これを伝えるためステンバールを生かしておいたな。俺が脱獄し、ここへ来るまで全てを予見して誘っているのか、ハーベイ。ならば罠にかかってやろう。先生。行ってしまわれるのですね。ここでの目的は達した。助手よ、もう関わるな。俺はいずれ重罪人となる。私はあなた様の助手でございますから。主人は自らの危機を悟っていました。死の前、私に約束させたのです。私に何かあっても誰も恨んではいけない。君は君の人生を生きてくれと。私は主人の思いを大切にしたい。遺恨を忘れ、残りの時を研究に捧げたいのです。不可解だ。使者との約束に意味があるというのか。いいえ、意味などありません。これは
主人への愛でございます。オズワルド様、ご家族が墓地に眠っています。お顔を見せられては。愛などとうには知れた。俺が行くべきはハーベイのもと。オズバルド様、you